はい、こんにちは、みずくんです。今日はですね、また車 vs 鉄道をやってみたいと思います。で、今ね、どこにいるかというとですね、近鉄名古屋線の津野駅ですね。はい、こちらにいます。で、今日は、またね、ちょっとね、車にしたいと思うんですけど、どこをかけるかというと、近鉄山田線、鳥羽線、志摩線行きます。近鉄特急を追いかけます。で、どこまで、津野駅から追いかけるんですけど、どこまで追いかけるか、賢島まで追いかけてみたいと思います。そんな感じでね、ちょっと行ってみたいと思うんですけど、12時にね、伊勢志摩ライナーが来るんですよね。それをちょっとね、追っかけてみようと思います。それではよろしくお願いします。よし、行きましょう。他県の他に特急券があるようです。今日も限界突破ギリギリで行こうと思いますので、よろしくお願いします。ということで、津野構内に入ってまいりました。ポイントはね、近鉄特急、伊勢志摩ライナーもそうなんですけど、飛ばすぎてからスピードが落ちるので、そこどう取るかですね。はい、そんな感じですね。赤色の伊勢志摩ライナーですね。なんか目印になるようなもんは、あのワイパーのあそこ白いですね。これ何、なんかついてるの、剥げてるのかな。これちょっと見ものですね。これをちょっと目印にしましょうか。さあ、お願いします。伊勢志摩ライナー追いかけるよ。待ってろ、賢島で。快速三重も来ましたね。あれも追っかけたいんですけどね。今日は伊勢志摩ライナー追いかけます。さあ、行っちゃって。よし、追いかけていきます。それでは追いかけていきます。賢島までレッツラゴよし、頼むで、俺の牧地。さあ、それでは行きたいと思います。12時3分発ですね。伊勢志摩ライナーはまだ津新町の手前ですね。行きます。
さあ始まりました。マイカー12時3分ということでね、見送ってから3分後2の駅前を出発します。近鉄特急なんでね、伊勢志摩ライナーちょっとどうなるか微妙なんですけど、行ってみましょうということでね、いきなり赤信号にこれ捕まっちゃいました。さあ2の駅前、これを右に曲がります。あ、左ですね、左に曲がります。右はね、快楽公園という公園です。さあこれ、そしてまっすぐ行って、これ県庁ですね、三重県庁、左曲がると三重県庁なんですけど、これまっすぐ行きます。さあどちらが早いのか、伊勢志摩ライナー VS マイカーということでね、賢島まで追いかけていきます。さあ距離にしてね 78.3 キロです、電車の距離が。さあそしてこれ前の道路がちょうど伊勢自動車道のツインターにつながる道ですね。これ右曲がると、まあ、信号待ちばっかりでたまりませんということで、現在地確認するともう伊勢志摩ライナー伊勢中川の手前に来ております。さあこんな感じですね、赤色マイカー、青が伊勢志摩ライナーということでね、さあどちらの方が早いのか。さあ曲がって、走り出します。一つだけ言っときます、この動画はフィクションなんでフィクションなんでよろしくお願いしますということでね、赤信号が結構多かったんですよね、好きありますね。さあそれでもめげずに進んでいきます。さあまだねちょっとね津のインターまで距離があるんですね。これ前見えるのが、前回ちょっとね動画撮ったんですけど、京ヶ峰という山が正面に見えます。で左側ね、この左側にサオリーナという、吉田沙保里の名前から撮ったサオリーナっていう体育館があります。そして中西バイパスもあって、それを越えると津のインター。さあいよいよ津のインターに入ります。ここから伊勢自動車道に入っていきます。ここでもね右折待ちなんですけど、こんな感じでね進んでいきます。さあいよいよマイカーが羽を広げる時が来ましたみたいな感じなんですけどね。さあ行きますよ。もちろん方向は伊勢方面ですね。さあそんな中、伊勢志摩ライナーは伊勢中川駅をもう出発してますね。伊勢志摩ライナー伊勢中川出発すると、松阪、伊勢市、宇治山田、伊豆津川、鳥羽、島磯部、宇賀田と止まって終点賢島まで行きます。こんな感じですね、伊勢志摩ライナー先行状態です。さあこれ追いつけるのかっていう感じですよね。特にね松阪から伊勢間は伊勢志摩ライナーもね、ほんと速いスピードで駆け抜けるので、しかしこっちも負けずに、こちらもね鳥羽市に入るまではねもうノンストップで行くのでね、間違いなく追いかけていきます。さあそんな中、伊勢志摩ライナーは松阪の駅止まってます。
これが被災のインターですね。こんな感じになっております。被災インター、さあどんどん進んできて、市嬉野のインター、次のインターですね。伊勢中川が最寄りの駅になります。まあ名所線もありますけどね。さあそんな中、松阪を出発しております特急。ここまで来ると伊勢まで早いんだよな、特急も。ということでこんな感じになっております。まだだいぶ伊勢島ライナーが先行状態です。さあそして広いね、荒野が左に広がってますけど、これ松阪インターになります。松阪のインター、ここもぶっ飛ばします。さあこの頃伊勢島ライナーは小石郎の手前にいますね。まだ伊勢には着いてないみたいです。さあ櫛田川を越えましたね。でもこんな感じですね。さあ舞台は松阪から滝へと進んでいきます。さあ結構ね、山々が広がる中で、さあ追いかけます、伊勢島ライナー。そしてこれ松阪トンネル、ビュンビュン走ってますね。さあ松阪トンネルを出ました。そしてもう一つトンネルがあります、滝トンネル、滝トンネルイン。さあスピードに乗って、って感じなんですけどね。という感じで滝町に突入です。さあここ滝ジャンクションです。ここからね、和歌山の方に伸びるね、自動車道、まだ途中で止まってるんですけどね、そういうのもあります。さあそんな中、伊勢市駅の手前にいますね。これはこんな感じですね。だいぶ離されてるような感じです。ただここから伊勢島ライナーは伊勢市宇治山田伊豆津川と連続停車するので、ここどうなのかなっていう感じですね。さあ妥協せず突き進みます。そして滝の次のインター、玉木インターですね。ここも通過。さあ伊勢島ライナーは宇治山田駅を出発しました。次鈴川駅ですね。さあこんな感じになっております。果たして追いつくのか。これでまだね、先は長いので。さあ天気もいいです。そして伊勢の山々が見えてきましたと思ったら、これ工事してるんですね。ここで一車線になっちゃうんですよね。あららららら。まあそれでもね、車交通量が少なかったんで、それなりのスピードは出せてたんですけど、
伊勢まで2キロという位置ですね。伊勢西インターまで。しかしちょっとずつ詰まっていってヒュルヒュルってなってるんですけど、なんとかね伊勢本線料金所までこぎつけました。さあ有料道路はここで終わりです。さあここからこんな感じになっております。もうね鳥羽の手前まで伊勢志摩ライナー来ております。片や車は伊勢神宮の内宮の辺りですね。さあそれでもぶっ飛ばしていくんですけど、まだまだ止まりはしません。さあ進んでいきます。さあこの先なんですけど、伊勢二見鳥羽ラインということでね、バイパス道路がつながっております。このまま、そんな感じでね伊勢と二見そして鳥羽までねバイパスでつながってます。これに乗っかって鳥羽まで追いかけます。まあ賢島まで追いかけます。さあそしてこれが伊勢の出口です。ここ、伊勢神宮内宮行くときはここで降りてください。さあ伊勢二見鳥羽ライン入りました。県道37号線ですかね。さあそんな中進んでいってます。さあ浅間インターを越えて浅間東インターも越えていきました。そんな中鳥羽に到着してますね伊勢志摩ライナー。さあこんな感じになっております。だいぶ追い上げてきたんですけど、もうここで追い上げとかないとね、下道に入っちゃうとどうしても車部が悪い感じがするので、しかしここでね前に NTT の軽トラです。軽トラじゃない、軽自動車かな。これがすごいゆっくり走るんですよね。まあでもね追い抜くわけにはいかないんで、もう仕方がないです。そしてここからなんですけどね、ここから昔はね鳥羽の駅前通ってみたいな感じだったんですけど、鳥羽を経由せずにバイパスみたいな感じですっ飛ばします。そんな中特急は鳥羽にまだ停車してます。ここで6分停車みたいですね。ということでこんな感じになっております。国道167号線ですかね、ここをね通っていきます。結構並んでるような感じがしますね。ただ伊勢志摩ライナーは鳥羽の次の停車駅は島磯部ということで、もうノンストップなんですよね島磯部まで。そして宇方賢島と、もうこの2つ、中間の停車駅はこの2つです。さあそしてぐるーっと終点まで行きました。そして出てきたのがこれがね、今インターから降りていってるわけなんですけど、これ前見てもらったらね、近鉄島線が見えるんですね。そして右の方にちょこっと見えるんですけど建物、これが白木の駅ですね。ということで今こんな感じになっております。もう一気にねバイパスで突っ切ったみたいな感じでね。ただ、伊勢志摩ライナーも伊勢赤崎まで進んでおります。ただこっちは先行状態です。だからここで逆転です。
そしてこれ白木の駅です。結構ね立派な駅なんですけどね。さあこっから下道に入ります。国道167号線をメインに走るんですけど、信号がこっから出てきます。角インターからここまでね、ほんとノンストップだったんですけど、そして島線と並走します。なんでね、抜かれるときはね、もうここで見れる、見ね、この横を走るんだなっていう感じなんですけど、さあ山の中をどんどん走っていっております。賢島の方向も目指していっております。さあこれ左島線ですね。結構ね道路的には非常に走りやすい道路かなっていうイメージです。さあドキドキです。今度追う立場から追っかけられる立場になりましたからね。さあこれ左ちょっと注目してもらったら、間もなくなんですけど、近鉄で一番乗降客数が少ない駅で紹介させてもらいました、靴掛けの駅、靴掛けの駅がこの左に、これですね、これで今見えてますね、これですね、靴掛けの駅を通過。さあその頃伊勢志摩ライナーも松尾あたりですかねを進んでおります。ノンストップなんでね、島磯部まで、まだ島磯部はもうちょっと距離があるんでね、こっちも。さあこれ島線とほんと並んでね、もう線路も多分見えると思うんですけど、もう島線とずっと並びながら並走しております。さあ抜かされないことを祈りながらね、島スペイン村って標識に書いてますけど、そっちの方行きます。賢島書いてますね。さあそしてあの駅舎なんですけど、これは島磯部のバスターミナルですね。そして左側に島磯部の駅があります。ということで島磯部の駅を麓を通過、こういう感じでね進んでいっておりますけど、島磯部も一回紹介させていただきました。そして伊勢志摩ライナーは靴掛け手前ぐらいですね、ゴチの駅にいますね。さあガンガン逃げるんですけどね、特急は島磯部で停車するので、そこはちょっと一安心かなっていう感じはするんですけど、気は抜けないですね、賢島まで。さあ味平がありますね。味平美味しいですよ。唐揚げにマヨネーズついてるのが最高ですからね、味平は。そこは最高ねえ。さあどんどん進んでいっています。そしてこれ島横山のふもとを通りました。さあ島横山のふもとを通った時、伊勢志摩ライナーは島磯部をもう出発しました。
ということで次停車駅が宇方、車もまだ宇方に着いてません。姉妹そべ穴川島横山のはずなんで、これは大接戦になってきました。宇方まで、宇方に先着されたらどうしようっていう感じでした。ほんとね、これがもう信号止まるしみたいな、信号の停車シーンねカットしてますけど結構止まっておるんで。さあそして宇方の駅を通りました。相手は島横山あたりですねという感じで、最後のフィナーレを迎えるんですけど、って感じですね。さあこれ左しませんなんですけど、もう抜かれるならこの見れるの、抜かされるところを見れるのかなっていう感じがしますよね。それでもね、なんとか逃げ切りたい感じではあるんですけど、まだ来ませんね。こうやって島線と並走するのはすごいいいですけどね、抜かれるのなんかね悔しいですね。ここまで来て、さあ来ないでくれ、来ないでくれ、お願いします。あーもう森が邪魔になって、わーって感じですね。この間に抜かれてたらどうしようなんてね思ったりもしましたが、さあそんな中前に賢島の駅が見えてきました。そこで大きく切って間もなく賢島、さあここのロータリー左曲がって、さあ賢島駅見えてきました。前に賢島の建物ですね。さあ近鉄賢島ってちゃんと書いてますね。さあ一周して到着です。さあどうなった。さあ賢島に着きました。賢島駅です。どうなってるでしょうか。よいしょ、よいしょ、お、来てませんね。来てません。島風が2台も止まってる。ワイパーは、あ、ということで先着することができましたね。ワイパーも白色でしたから、はい。ということで頑張りましたよ。しんど、疲れた。で折り返し名古屋帰るんですね。もういいですよ、もう疲れたんでゆっくり帰りますけど、はい。ということで、勝負の結果一応勝ちました、先着しました。結構頑張りましたよ今日。
まあこれね、フィクションなんで、ノンフィクションじゃないんで、フィクションなんで、あくまで、はい、作り話なんで、そこはご了承ください。はい、ということでね、伊勢志摩ライナーを通の駅から追っかけて先回り賢島ですることができました。島風がね、2台止まってて歓迎してくれてますよね。はい、ということでね、またね、追撃企画やってみたいと思います。まあ、詳細はね、この辺出しておきますけど、だいたい2分か3分、2分ぐらいかな、2分ぐらい先着した感じですね。はい、それではまたやってみたいと思います。今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。